石竜は、松本清張の短編小説。別冊文芸春秋1963年12月号に掲載され、1966年6月に短編集、ベイルート情報収録の一作として、文芸春秋より刊行された。1982年にテレビドラマ化されている。川田智子は、村尾総一の言い名付けであった。ある晩、総一の部屋に泊まった智子は、 夜中に目が覚め、そばに総一の姿が見えないのに気づく。時計は1時25分を示していた。次に目が覚めた時、総一は智子にその時はトイレに行っていたと答えた。時計の針は2時40分を指していた。その夜、同じ町内に住む下井隆へ門夫婦が滅多刺しにされ、殺される事件が発生した。総一が一時的に自分の傍らにいなかったことを思い出し、 智子は不安になった。宗一は、変に疑われたら困るからと言って、不在の件を黙っているよう頼み、智子も同意する。しかし、宗一の飲み仲間、倉岡文平が容疑者として逮捕され、文平は宗一が共犯者であると陳述したため、宗一は警察に連行されることになった。宗一は、犯行の行われた時間に、自分は、智子といたと言い、無実を主張する。 智子は、総一の当夜のアリバイを証明する唯一の証人となった。智子は、総一の一時的な不在を誰にも言わなかった。警察や検事は微妙なところで罠をかけてくるという恐怖心があった。年月は流れ、裁判は長引いていった。家族は、智子の今後を心配するが、智子は、総一のことを忘れられず、拘置所にいる総一への差し入れを続ける。 弁護士の小松と須山は今度こそ総一を無罪にすると言って友子を励ました。しかし苦労を重ねる友子の前に思わぬ殺鉄が待ち受けていた。松本清張の赤梁。1982年10月12日日本テレビ系列の火曜サスペンス劇場は国手放映。視聴率21.4%。ありがとうございます。